ブラディーミル・ド・パハマン。ブラディーミル・ド・パハマンは、ウクライナ出身のピアニスト。主に、アメリカやヨーロッパで活躍し、特に、ショパンの作品の演奏や、風変わりな演奏スタイルで有名である。ドイツ語では、ブラディミール・フォン・パハマンと呼ばれる。ウクライナのオデッサで、ユダヤ人の家庭に、ブラディーミル・パハマンとして生まれた。貴族の称号である、フォンや、ドという前置詞は、後に、 パハマン自身がつけたとみられ、ロシア帝国軍の将校として働いていた彼の他の兄弟はこの前知史を使用しなかった。父はオデッサ大学の教授であり、ベートーベニア・ウェーバー、そのタビリンの著名な作曲家と出会ったアマチュアのバイオリニストだった。パハマンは父から音楽の手ほどきを受けていたが、地元の音楽教育の水準に飽き足らず、ウィーンに移住。 カール・タウジヒの弟子ヨーゼフ・ダックスにピアノを指示し、アントン・ブルックナーに音楽理論を学んだ。1869年にオデッサでピアニストとしてデビューしたものの、タウジヒの演奏を聴いて魂を震撼され、自らの芸術を磨くために一時引退。イタリアでイントン生活を送った後、1882年にピアニストとして復帰。1906年からは、 ベルテイコールミニオンのピアノロールに録音を開始し翌1907年から早々期のグラモフォンの SP 版に録音を開始、レコードの発明に最も早く対応したピアニストの一人でもある。また、レオポルド・ゴドフスキーのことを常に意識しており、ショパンの国権のエチュードの録音では、ゴドフスキーのショパンのエチュードによる練習曲の同曲の編曲のパッセージを コドフスキーは、こうやってると言って再現して見せたり、同曲集から左手のための革命のエチュードの録音を残している。1933年1月6日、ローマで死去した84歳ボーツ。ブダペストで演奏会を開いた時、聴衆の一人であったフランツリストが休憩時間に脱帽し、一堂に向かってショパンの弾き方は、 こんな風でしたと語りかけたという伝説がある。後に、リストは、パハマンに、個人教授の牢を取り、自らショパンの演奏法を教えたと伝えられている。また、演奏中に呟く気癖があまりに有名だったため、パハマンが普通に黙って演奏していると聴衆が、失望して席を立ったという話があるほか、演奏中の顔が、チンパンジーに似ているというので、 音楽評論家のジェームズ・ハネカーは彼のことをショパンと合わせてショッパンジーと呼んだと言われている。なお、日本では一部でパハマンの弾くショパンの早々更新曲を聴くと教授が起きるという都市伝説が伝わっている。ありがとうございます。